あー、ロスケです。マリオパーティースーパーサーズやっていきたいと思います。今回やるのがですね、ピーチの万世ケーキですね。前回の再生回数6000を超えたので収録していきたいと思います。高評価500もしくは再生回数が6000を超えたらね、次の動画確定しますのでよろしくお願いします。皆さん高評価ね、よろしくお願いします。一生懸命俺戦うんでね、全身全霊でいきます。さあ今回はロゼッタで行こうか。ということで準備があるから先に行けるということで、木の実よろしく入りましたね。さあ木の実を仕切らせていただきますね。さあお前やっぱ初めてですか。いいえですね。さあ順番決めていこう。これピーチのバースデーケーキはマジ順番大事よ。ゴー。あー2番って悪くないね。いいね。さあ1番がルイージ、そしてルイージ、ロゼッタ、ドンキーかな。ルイージ、ロゼッタ、ドンキー、マリオ、ドンキーマリオでメモ取っていきたいと思います。さあ行こう。さあよろしくお願いします。さあ今日はちょっとあの嫁がね、あの後ろでマリオメーカー編集してくれてるんで、あのキノピオの声でうるさくちゃあかんのでね、静かに行きたいと思います。さあよろしくお願いします。さあライチさん、インコさん、リョウスケ、トメルさんですね。なんでリョウスケ止めるって、止めんとってや。一生懸命1位目指そうな。さあ7番によって、うわーマジか、生ハプリングマス。いやーそれはおめでとう。さあ当然仕掛けていくよな。ハプニング1位ですね、ルイージ。まあ俺もハプニング座りたいな。 BGM がいいですからね、ピーチのバースデーケーキは。サイコロ、まあハプニングマスいけ。7、うわやったー、ハプニングマスや、でかい直通。よし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 、おいしい。ハプニングボーナスで圧をかけていく。5枚失った、いきなりから。ただ7は悪くないね。オッケーオッケー、ハプニングボーナスで圧かけなあかんから、こういうステージはポジティブに行こうぜ、ポジティブに。あ、これもラッキーマスやからおめでたいな、おめでとう。お、あ、ここはそういえばあれやな、サイコロというかルーレットがね少ないのな。ダブサイがキノコばっかりやね。ラッキーマス、よいしょ。9番、これはでかいな、走られてもうた。これは走られた、うわー走られたな。ただまあヘッポコ生マスやから悪くない。さあ何行こう。4人で逃げよう。もう何行きましょう。フラフラザレコード。さあこれは逆ジャンプやからね、基本的には。さあロゼッタです。せーの、せーの、やべ取られた、取られるな。結構取ってくるな。ルイージうまい、まずいまずい、ルイージ取れすぎやって。ほっ、コイン欲しいのに。ほっ、いやルイージプロか、うますぎや。ほっ、あかん、これ無理や。もう一回やり直してほしいな、さすがに。ルイージ全部取られてる、よいしょ。あかんか、一個も取られんかってんけど。なんじゃこれ、ルイージ取りすぎやろ。あ、てかあれか、ライチさんでめっちゃ上手い人じゃん。なんか前スペースランドでめっちゃ上手かった人やな、確か。そうや、プロの人や、この人気をつけないとな。そう、ライチさんといえば前ね、結構前か知らんけどスペースランドでめっちゃ上手かった人やわ。思い出したぜ、もうすぐ分かるもん俺。あ、この人はみたいな感じで、もううまさで分かんのよな、この人やったことがあるなっていう。いや、それめっちゃええやんそれ。ハプニングボーナス取られるもんな、これは。ちょっときついな。2番、うわーヘポコクソマスかよ、悔しい。何も起こらへんやんけ。1番、あー、ドンキー1から1やからな、かわいそうに。そらびっくり。さあマリオが先走ってるからな、ハプニング座られたらきついな。座るんちゃうこれ、うわ座りよったわ。ええー、なー、ただここでコイン失うのきついんじゃない。あ、仕掛けんねや、やるな。さあミニゲーム頑張っていきたいな。ライチさん上手すぎるからマジきついわ。
プロ級やもんな。俺でも勝てる。雪玉ゴロゴロ来い、勝てるやつ来い。肌着ウェイブ、これなら俺もチャンスあるわ。これ鬼にも軍配上がる可能性あるよ。全然行こう、スタート。ホニオン、ほらヘボー、オケアヘボー、ほいほい、ほにゃおい、おっとマリオ引っかかったか、さすがに。ほい、これ大事やからな、コイン欲しいから。おいしょ、うわーびっくりした。ほいほいほい、ヘポー、ほい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 、いいよ、ほい。おっと危ない、オッケーオッケー、いいよ、ほいほい、オッケーオッケーオッケー、さあ、おストレート、ストレート、ストレート、いやすげえこだわるな。どうした、白あげたんか。ほいほいほい、あら、うわー、ほい、長くねえか、もう引き分けないん、これ引き分けがない、うわー、ほい、長ない、これ1時間やるつもりかよ、うわー一緒にミスったやんけ1時間やるつもりや、この兵法マジかよ。最後俺左上げたら勝てたんかよ。まあ同じ気持ちやろうな、ライツさんも。いや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 、すげえな、こんな長い旗揚げ兵法あるか。1時間ぐらいやるつもりやったよな、もう。よう勝ったな。いや惜しかったな。まあいいや、勝ちは勝ちやから。さあヘッポコクソマス、ただ隠しブロックチャンスがあるからね。まあ、俺としてはハプニングに座りたいから3か4でもいいね。55はこれはヘッポコクソマスちゃうか。そうやんな、隠しブロックもなし。さあドンキーコング、さあこれでまた1引いたらもう立ち往生やな、これ7。おー、ヘッポコクソマスですね。さあマリオはこれオーバーラン気をつけなあかんで、ね、オーバーランしたらきつい。オーバーランオーバーラン入ってもうた資格がない、失格。さあ生座り、おっと、でもしかし、おお、コイン集めてきましたね、安定。さあミニ行も4人でミニ行もどうすんパゾー。さあライチさんの実力はといったところやな。行きましょう、カンカンカン。とりあえず連鎖組まなあかんから、まずはまだ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 、ためてためてためよためよ、ためが足りへんぞ。 うまい、もっと高く積め、高く。お、黒濃い黒、来た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 、はい連鎖来た、悪くないよ。で敷き詰めよ、あーでもこれはきついか、頑張りたいな、冷たいな、もっと高く高く、黄色来い、黄色黄色来た、あーでもいかれんくなっちゃったから、これでいこうか、うん、これでいこう。で、よしよしよし、すごい連鎖、ドッスンからのドッスンはあかんで、さすがにトーントーン、ドッスンまで来てもうた、そのドッスンまで来てもな、どうしようもないからな。あーやばい、負ける負けるわ、これルイージが連鎖入ってもうた、お前負けた、ダメだ、ふぅ。いやマジもうミニゲームがライチさんか俺かしかでも勝たへんのちゃうか今回うますぎるからな。おめでとうしか言いようがない。くそ
ルイージータイム。ルイージの存在感が圧倒的すぎんねんけど。1番さあ、タッチ王城ですね。さあ、俺的にはもう走り切りたいところではあるけどな、もう早めに。7番、いいね、ラッキーマスちゃうか。確かラッキーマスあったよな。ほら、外してるやん。ラッキーマス外してもうた。さあ、ドンキーコング1番。あー、ラッキーマスや、これはでかいな。うわー、強い。いや、強すぎる。10コインか、でも。で、マリオが買い物まで行けちゃうからね。ワープブロック買われたらみんなきついぞ。1番、あー、ラッキーマスの技ありか。でかいな。さあ、結構ハイテンポやな。テンポが速い。さあ、もうだってミニゲーム、早ない。テンポが良すぎないか。分岐がないからもう、テンポがいいな。何行く？ホラーメンションか。まあ、これは俺でも勝てるわ。全然。俺にも勝機はある。スタートー。さあ、俺ロゼッタやな。人の見なあかんからな。マリオそこ正解か？正解っぽいな。で、やればこっから人の見ていかなあかん。ルイージ正解。こっち行ってみる？ほっ。あ、ルイージ正解引いたぞ。やばいやばいやばい。負ける負ける負ける。ほっ。あ、ルイージ正解引いた。早くね、あいつ。うますぎん。うまいとかないけどな、別に。やられたわ。またライツさんや。あいつしか勝たねえ。なんやこれ。きっつ。優勝しに来てるな、これ。さすがとしか言いようがないよな。今まで対戦した中で結構一番争うぐらいうまいと思うのな。さすがやな。もうなんか威圧感があるもんなの、もう。まあ、ここで1か2引くくらいやってほしいよな。うわー、マジかよ、熱っ。やばいな。さあ、まずは先手ライチさん。しかもコインいっぱい持ってるから、アイテム買い放題。まあ、ミニゲームボーナスとコインボーナスはきつそうやな、今回。他で取りに行かないとあかん。何かしらチャンスを、掴みに行こうぜ。で、俺もここで買えるはずやから、1引かん限り大丈夫。できればもう10とかでいいけどな。3番何これ。ラッキーマス来い。何もないんちゃう。うわー、ルイーチと同じとこじゃんこれ。しゃあ、とりあえずゲット安定で。コイン間に合いましたね、生産。ありがとう、ありがとう、ありがとう。で、そうやな、ルイーチと同じとこ座ると意味ねえもんな。さあ、ドンキーは立ち遅れたが、ここで一気に挽回か。1番挽回なしですね。かわいそうやな、なんか全然動かれへん。ルイージも逆にすごいって言ってるやん。まあ、当然ワープロッカーやろうな。うん、当然ここはワープでいいと思う。即決ワープまであるんじゃない。まあ、ぴったりサイコロでもいいけどな。どっち早く、どっち派でいく悩んでんな。ワープやな。まあ、それは当然よ。からの、ここで10コインの持ってかれるからね。さあ、クリボー抽選会。さあ、どうだ？ 4 つの中から1つだけクッパのルートがあるが。さあ、どっち行こう。まあ、クッパの行ったら、スターが近いね。おー、ってことは下やな。ライチさんがね、コインいっぱい持ってるから、もしかしたらハプニングマスで仕掛けてくるかもしれんね、いっぱい。さあ、マリオ運営な。安定的にコイン集めてるやん。ここでのボーナスミニ業務、これ勝ちたいな、これ勝てたらでかいな。勝てるやつ来い。あーし、勝てるやつや、これ。ワンチャンある、ワンチャンある。誰にでもチャンスがある。頑張ろう。さあ、これはでもルイージが多分狙われちゃうと思うから、それ考えていこう。さあ、ここ1安定やんな、確かに。で、ここで俺が2しちゃうと俺ほぼ終わるから1やな。ここで2したらあかんわ。ここで1したらほぼ大丈夫やと思う。あ、マリオ1やめて。よし、ナイスナイスナイス。2やってくれた方が。俺確定セーフライン入った、これで。ほぼ確定セーフ。そう、2、2で来ても大丈夫やから。
オッケーオッケー、耐えた耐えた耐えた。さあ1選んだ、まあ、これはもうマリオ吹き飛ばそうか。ほっ、オッケーオッケー、とりあえず再開は免れたね。でマリオがこれでまあ押さないよ、選択やな。ありあり、全然あり、押さないよ選択。こっからやな、2、4、6、8と10個やからどう考えたらいいやろ。でこれで8個になりました。そしてさあ1個7個になりました。ってことはここで1押せば基本的には大丈夫っていう認識かな。いや2押した方がいいんかもな。2押した方がいいな。ほんならもう俺が調整できたりするから、2にできても耐えれるような。さあ考えて2を選択。ほうほうほう、なぜ考えて2を選択したんでしょう。2を選択でこれで1を選択すると耐えれると。結局ライジさんとの一騎打ち、2、4、6、8、9ってことはこれはやばいな。19だから6渡しすればいいもんな。2、4、6、8やから2やな、これ2でいいな。26、これで6渡しが成立で1押せば2を押したらいいねんな。ほいで勝ちやな。カタカタカタ、よし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 、6渡し成立した。1押せば2押せばいい。せーのパン、オッケー、勝ちましたね。ボーナスミニゲーム勝てたんでかいわ。オッケー、ナイス、うわ、ありがとうございます。ここでボーナスミニゲーム取ったらマジででかいわ。しゃあこのボーナスは大きく試合に左右すると思いますよ。でかい。さあ何ターン目、6ターン目いきましょう。負けないぞ。7番、これはアイテム購入圏内かつレッドボーナスだから、レッドボーナス取られるの痛いな。これきついな。レッドボーナスはルイージがね、今ハプニングボーナスもレッドボーナスも取っちゃってるから、このままやとあの勝ち目がなくなるっていうね。ダブルサイコロ選択。まあ俺も早め買い物行きたいかな。ここでハプニングマス座っちゃったら最悪やな。ほっ、あ、やばくない？大丈夫？ハプニングマスやめてな。あぶねえ、ギリギリ回避、危なかった。ハプニングマスで滑りや滑り降りたらもう買い物できんから最悪やからな。3番、さあドンキーはまだ立ち往生、何もしていない。なんでってなるよ、そりゃそうやんな。いやこれワープで俺と変わられたらだいぶきついな。うわーやめてほしい、俺と変わられたらもう一回買い物されるわ。俺以外やったら許すけどな。いやー使うよな、使うよな、やめてほしいわ、頼む。ロゼッタくんな。おっしゃ、よかったよかったよかった、ドンキーやったら大丈夫。ドンキーはかわいそうやけどな、怒ってる怒ってる。さあ1番で立ち往生と言ったところでしょうかね。さあめっちゃ怒ってるめっちゃ怒ってる、そりゃそうやんな、あんなとこにさポツンされても嫌やんな。さあヒヤヒヤしのみ、さあこれはちょっとルイージみんなで畑どそうや。スタート、左に流れた、見逃さない。さあドンキーに踏み潰されて、うまいなその調整が。いや落ち着け落ち着け、みんな協力しないあいつに勝たれへんで。ほっ、うまい、よっしゃ今ので当たんねや、でっか今ので当たんのがルイージかわいそうやろ。さあマリオドンキーも初勝利をここで手にしてきましたね。さあ1位浮上。それでもって7ターン目。さあここでダブサイ切んのかな、もう切らない。4番、4番 VS マスまであるんちゃうかこれ。まあ、クッパの方いけたらいけたで、まああれやな、コインというかあのスターが近いから、ルイージとしてはクッパの方行きたいんちゃうかな。
おっと、下が当たっていく。ってことは俺が振っ張れるといきそうやな。まあ、俺行っても全然いいかなっていう。さあ、VS マス。なるほどな。やはり VS マスやったか。さあ、買っていこうぜ。まあ、7枚ぐらいでいいかな。あんまかけすぎてもきついもんな。7枚で安定でいいんじゃない。5枚か。 OKOK 全然いいよ。ちょうどいいぐらいやわ。あんま捉えすぎてもきついから。さあ何いきましょうか。もうクッパ大爆発でいいけどな、もはや。おっしゃ、来た、やった。あ、こっちは嬉しいわ。もうルフィージうまいからもうクッパ大爆発で勝ちに行くっていう即決。オッケー、よし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 。さあルイージ吹き飛んでもらおうか。おお、耐えたか。さあ頑張ろうぜ。クッパ大爆発、ハチノスブンブンブンとクッパ大爆発ね。第2のあのクソシステムが来るっていうね。1位2を争うクソシステム。ドカーン。さあ一旦ぐるっと巻き直して、ポジショニングとして悪くないね。次3分の1になるから確率的には悪くはない。おっと、ありがとう。ナイス。でポジショニングがいいのよな。次3分の1でいけるから、それかいくればルイージがもう 50% で爆発するからね。紫いきます。ここ持ちこたえたい。ぜひぜひ耐えろ。悔しい。マジか、やってもたな。やってもたがないか。やられたな。ここでコイン集めとけば、あのクッパルート行ってもコイン足りるみたいなことあんねんけどな。まあ4枚やから、まあ快適だか。ちょっと快適だな。5枚でよかったな、家計額で。これでまあ一応ワープブロックなんかな。それともぴったりサイコロか。9番。まあ今ワープ使ってもなんかあんま強くないのな。みんなが同じとこおるからぴったりサイコロかな。カダブサイの方が強いかも。しっかり周回でぴったりサイコロも全然ありやな。ダブサイ行くわ。ここ多分周回の方が強いと思うわ。今みんなのポジションがワープじゃないから。でこれであの上ルート行きたい。できれば上行かして。上ルートで、でもクッパに捕まったらコイン足りないっていう恐れがあるからな。まあどっちもいいかな。行きましょう。クッパルートも全然ありはありやけど、まあコインがどうでしょうねって感じ。よいしょ、当たったな。当たったんやったらまあそれはそれで OK。 ハプニングは座れんちゃうかな。 OK、 座れた。となるともう仕掛けちゃいましょう。30、即決仕掛け。まあこれはでかいな。みんなが通るから、ここはここはね、かいくぐられへんから、なかなか調整しにくい場所やから。テレ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 。 BGM いいよな。さあドンキー、ちょっと何もハプニングないっていうね。何も起こらないっていう。さあマリオ8番。おお、スターライン入ったな。すげえわ、それはすげえ。マリオがポジションいいよな。ワープロックサイクル入ってるわ。マリオやったら多分、怒ってる怒ってる。マリオはいいポジションやからワープロック合うんちゃうかな。え、またマリオやばいやろ。もう3つ見つけてんで。さあしかしスターは当たらへんけどな。3つ見つけたのはやばいやろ。4人でミニゲーム。さあ55木馬来い。落ちるな、タコソニバトル。まあこれ全然勝機あるね。行こう。ジャンプキックが大事やから、スマブラやからね。要するに危ない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 危これドンキーに頑張ってもらうしかないけどな。さあいい勝負。
ああどうも。つえよそんな。ルイージやばいよマジで。しかもルイージここダブルサイコロ使ったら俺のとこ引っかからへんもんな。いや素直に強いのよなルイージが。でここダブルサイコロで1、2とか当ててくれたらスター1個取り上げやな。まあ当然使うよな。当たれ当たれ当たれ。1、2来い。7確定セーフライン。うえー無双してるやん。強すぎん。うわーこれまたしかも仕掛けられるぞこれ。やばい。これ1個取られたらもうほぼ負けやからな。うわー仕掛けられ、あ大丈夫仕掛けられん。あ仕掛け、あ更新できるんかこれ。うわーコインもらって更新できるもんな。そらそうやんな。ってなると結構もう厳しいな。ダブルサイコロここ切れないな。あそこまで何マスか見ないとあかんな。あそこが何マスだ。あルイージ遠いな。ってことはここ普通に回せば大丈夫やな。よいしょ10番。よしよしこれ多分届かへんと思う。ギリ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 セーフちゃう、うん、ギリギリセーフ。よしよしちょうどいいわ。でしかもレッドボーナスも取れる。危なかった。そうまあ10件そうギリギリセーフ圏内やったから。よしよしいいとこ着地。一番10欲しかったな。一番いい数字当てたわ。ドンキ6、まあ、これも大丈夫やな。てかドンキそもそもあれかスター持ってへんや。でヘッポコマスなまずわり。でマリオがワープブロックチャンス。誰に入れ替わっても得というね。さあ2番。さあ買い物までいけないのは痛いか。さあ2対2でライチさんを味方につけるか、それとも1対3。味方につけましたね。さあ何行こう。ケーキファクトリーか。オッケーオッケー。スタート。せーの、ほっほいほい。ちょ待て。いいよ。せーの、ほいほい。これケーキ、あの地味にあれやからな。難しいからな、ケーキ取るの。ほい。ちょっと早めに押さないとあかんから。よいしょよいしょよいしょ。あー空振ったか。このオーブって悔しがんのかな。難しいのはな。ほっ、オッケー。いった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 。よし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 。ちょっと難しいのなこれ。ここはライチさんを味方につけてコインをゲットしていくといったところやな。3人並んでんのすごいなこれ。マリオワープが熱すぎるぞこれ。2番立ち往生。まあ、これはちょっとダブルサイコロ使わせてもらうわ。アイテムここは使わんとさすがにきつい。ギュッ、おっしゃ確定ライン。11が怖いからな。8、6、14、いいね。ラッキーマスちゃうかギリギリ。ラッキーマスも届くんちゃう。そうやな届いたやな。しゃあやった。これなんか出たらでかいぞ。アイテムかコインか。出た。え、やった。激アツや。20コインは熱っ。3番。あーハブリングマスルイージのとこや。さあただスター持ってない。見向きもされませんでした。さあここでワープロックを買うかどうか。買える前、あ買えるわ。買えたわ。あクーパルート行くんか。クーパルート確定やな。ワープブロックかつクパルートか。めっちゃええやん。だから誰かを巻き添えにできるってことやからな。あ違うんや。ぴったりサイコロなんや。さあ買い物ボーナスがマリオ突き抜けましたね。でこれが最後はクッパやから確定。
で、マリオがレッドボーナス1か3かな。よいしょで、レッドボーナス1。さあ、これによって1対3もしくは2対2番面。2対2ですね。さあ、またライツさんを味方につけたな。イカだね、今夜つめはイカだ。スタート。あ、アレドの行こうぜ。行け。あー、直線の足くらい負けたか。痛い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 。ターンしようか。おっしゃ、アレドの行こうぜ。痛い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 。まあ、これ取れたら十分やろ。ハンマーに気をつけて。お、来た、巾着ターン。あかんか。オッケーオッケー。まあ15、20やったらまあ悪くないやろ。十分十分。まあ今回は負けたな。巾着のトレで負けた。みんな喜んでる。いいね、なってるわ。さあ10ターン目、早いな。もう終わりそうやる、なんか。よーしゃ、1番。うわー、これはアイテム引かれたらアイテムボーナス取られちゃうから、コインにしてあげてほしいな。コインがいいな。あー、アイテムボーナス取られるな、これ。やられた、これは。乾杯や。ここでまあできればもうショップまで行きたい。充電お願いします。3はまあスター変え圏内か。まあ、変えたような圏内なだけで別に嬉しくないな。はよショップ行きたい。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ショップに行けるかどうかが大事やからな、ほんまに。いかにショップ回るかどうか。3番。さあ、またヘッポコマスの謎あり。ドンキやばいな、今回。さあ、でも指導。いや、生サイコロちゃうか、ここは。ここであんまりぴったりサイコロするメリットがない気がするな。まあ、ラッキーマス座りたいっていうんやったら、使ってもいいけどな。使うか。ってことは、ラッキーマス狙いか。10ぐらいいくんちゃう。7番。あ、安定のチャンスマスかな。チャンスマス狙いやな、これ。なるほど。まあコインもなくなるし、コイン交換とかやったらすごいもんな。さあ、しかし呪いサイコロによってアイテムボーナスに圧をかけているね、マリオは。さあ、チャンスマス行きましょう。さあ、頼むぞ、言うてんな。さあ、誰が巻き込まれんのやろな。スター交換。まあどうやろ。スター交換きついな、これ。スター系はきついな。コイン系やったらまだ命助かるけど、スター系はマジでやられたら終わる。さあ、さあ1枚か。くー、ロゼッタやめて。ルイージありがとう。ロゼッタ来て。マリオか、うますぎそれは。いやー、それうまいな。直接1枚奪い取ってきよった。いや、しかもマリオそのままスター買いに来んねんで、やばくない？これやばいぞ。カウント123いきましょう。さあ、何のタイプ？テレサか。2、これむずいよな。2、4、ロー、ハート、2、4、ロー、ハート、1。21ちゃうか、多分。そうやな、マリオ21言うてるような。もう一回数えましょうか。2、4、ロー、ハート、2、4、ロー、ハート、21やと思うわ。もう一回。2、4、2、4、ロー、ハート、2、4、ロー、ハート。ん？多分21ちゃうかな。ステイで21、ステイでいこう。今回フェイントなしで。21ステイ、オッケー。なんとかなりましたね。コインを安定で稼いでいく。
マリオがチャンスマスで一気にあれやもんな。ぴったりサイコロってそういうことやったんか、狙いとしては。しかも何気にボーナスミニゲームやったんや。これはすごい戦いになっちゃったな。ラスト5ターンイベント来たわ。これルイージが選ばれるんちゃう、形勢逆転で。そうやな、これルイージ形勢逆転やぞ。ポジション的に一番美味しいとこ入ったな、ルイージ。ドンキーだから今のミニゲームわざと負けんのが正解やったな。まあそうやんな、今のドンキーわざと負けたらよかったん。トリプルサイコロやばいでしょ、大変やこれは。さあこっからがどういう立ち回りに行こうかな。早くワープブロック買いたいよな。ショップに早く行かれんかったら痛いな。さっきの3引いたのが痛い。まあ温存も考えてんのかな、アイテム。まあ、ここで取りさえかな。そうやな、これは全然ありかな。8番、まあランニングモーナスがこれでマリ、あのルイージになっちゃうもんな。10-0、10-0、ほんならちょうど俺のとこ引っかかるんちゃうか。いや無理やな、これは引っかからへんな、強すぎる。さすがに下手したらワープブロックまで買われるぞこれ。いやーこれまずいな。でショップもいけるから、しかもレッドボーナスも取られた、やばい。これルイージ無双入ってるわ。うん、勝ち筋がちょっと薄すぎるな。なんかボードで1個出したリードしたかな、きつい。で俺がアイテムないから引くしかないから、もうここで10とか当てないときついな。10、よし当たった、よし。これはつないだ、これはなんとかつないだぞ。でかいでかいでかい。でこれでね、ワープでドンキー狙うとかも全然ありやけどな。ぴったりサイコロかワープ、2択ですが、ワープかな。マリオがミスった時にチャンスあるからワープかな。そうやな、マリオが次スター買えなかった時にチャンスが芽生える俺に。まあ、これで一番いいのがあれやな、あの上ルート行けることが一番いいな。ここで上行きたいな。ここでクッパ当たる確率ってどうなんやったっけ。4分の1かな、4分の1か。これはもうがっつり当てに行くわ、これでがっつり行く。クッパ来い、紫あかんかー、やらかした。生座りになっちゃった。でドンキーがワープの餌になるから1番。おっと、これはワープの餌になりにくくなったな。当然30コインで仕掛けるわな、罠を仕掛けるわな。いやーやばいな。さあマリオがここでしくじってくれたら大チャンス。ここは呪いサイコロを誰かに吹っかけるかどうかやな。まあ俺かルイージかけとくのは全然ありやで。かけない。6番、うわーマジか、当てられた、マジか。ワープの価値が、ワープの価値下がったけど、でもマリオと変わってもう一回買い物できるからいいけどね。全然ワープの価値はまだまだある。さあマリオが1位浮上。さあ隠しブロックはもうできてもんな、あと1個あるかどうかやんな、どっかに。さあ1対3でミニゲーム行きましょうか。何行こう、ゴーゴーコンベア。スタート。さあルイージの落としたやつをもらっていきましょう。右側担当します。まあ、ルイージ落とさんかったらこれ取られへんからな。ルイージうまいな、全部取るつもりや。あとは巾着が右に来い、巾着右来い。やばいやばい、ルイージ取りすぎや。あールイージ取るつもりやな、これやばいやつや。俺らコインないやん、
うわー、上有利やな、やっぱ上手かったら全部取るやん、あいつ。なんでやねん、33枚おかしいやろ、おかしいって言われるシステムが。取りすぎやろ、そんな。もうちょい難しくせ、上を。ラスト4ターン。さあ、これはルイージワープ使うな。ここでワープ使うべきやで。うん。さあ、誰当たる？俺来い、俺来い。ドンキ引いた。え、嘘やん、ドンキ引かれた。いや、まだチャンスある。まだもう一回俺がルイージと変われば全然チャンスある。そう、スターまで11やから、ちょうどええわ。逆にちょうどええ。逆にチャンスあり。8番、よしよし、いいとこや。ちょうどええわ。あ、でもラッキーは座られた。くそ。いや、ただ俺がワープを持っている。チャンスはある。ここルイージにスター取られたらほぼボーナスで負ける。だ、俺がここでルイージ引かなきゃ負けるわ。ここしかない。ルイージもしくはマリオ引いてくれ。緑来い、緑。緑。よっしゃ、引きずり出した。一番美味しい緑引きずり出した。で、これでも買いに行こう。10!4! よしよしよし、変えた変えた変えた。変えて決闘か、決闘なしか、踏みつぶしか。ただショップまで行かれんかったら痛いな。ショップ行きたいね。しゃあ。え、これルイージにかわせなかったんでかい。これルイージにボーナスめっちゃ取ってるから、ルイージに盤面で同点やったらほぼ負けやからな。さあ、ドンキーは無理やり抽選に引きずり出されてって感じやな。今回ドンキー何にもできてないからな、かなり苦しいと思うで。ドンキーかわいそうにな。なかなか展開がさ、遊ばれてるようなワープで、まあ、それがピーチのバースデーケーキっていう恐ろしいところなんですけど、あ、これおめでとうやな。逆にスター買いに行けるやん。これはやっとドンキースター買える。しかもラッキーマスや。ダブルサイコロ。さあ、マリオタイム。マリオが当然買い物ボーナス持っていくもんな。まあ、俺に対して呪いサイコロかけられたらちょっとだるいサイコロやな。いやー、これ俺にかけられたらだるいぞ。あー、やめてほしかったな。これで買い物ショップ行かれんくなるもんな。凌介止めるっていう名の通りやな、これ。まさに1ゼロ8かよ。まだ買い物されるやないかい。まあ、でももうスター買いに行かれへんもんな、どちらにしろ。スター買いに行くチャンスはないと思うな、なかなか。さあ、レッドボーナスがルイージとマリオになったな、これで。さあ、1対3でミニゲーム。何いきます？ゴロゴロ岩転がし。さあ、これは誰かしらが上手ければいける。あと連携やな。俺、中央突破行くわ。みんながこれちゃんとね、中央突破を狙っていけばチャンスあるんで、みんなの連携が大事。これ最後展開かわしていく。かわせない。だからドンキーがいけてるわ。オッケー、こうそうそうそう、こうやってね、ちゃんと俺を左に振るっていうのが大事。ヘイトを集めるの大事。よし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 。さあ、こっからが難しいぞ。立ち回りがラスト3ターンしかない。だから買い物ショップは絶対行きたい。ただ呪い最高だから、このターンはもうあれやな、ラッキーマス行くしかないのな。まあ、ルイージはそこのハプニングマスが怖いから、キノコ絶対使うと思う。そうやね、ここはキノコ使うと思う。9番。まあ、ルイージワンチャンもう一回走れるもんな。スターまで走れるもんな、これ。さあ、ここでハプニングは座られへんのはでかいな。ハプニングボーナスまだワンチャンあるんで、ここで座られたらもうハプニングほぼルイージ確定するから。で、ここで2かな。2欲しいな。22、やー、1番1番かんって。せめて3にして欲しかった。まあ、一旦パスさせられたって形やな。さあ2番。さあ、これによって
まあ、ビリーじゃないかって言って助けてくれるかもしれん。あ、ケーキか。うわぁ。うわぁ、これは一番外れやな。呪いサイコロも手に入らへんっていう。まだ、あ、よかったな。呪いサイコロ俺にかけられたら嫌やから。ケーキでよかったわ。さあ、こっからどういう勝負なる？マリオ。マリオ、これワンチャン、ぴったりサイコロ使わへんかったら、俺のとこ引っかかる可能性あるから。使うんちゃうか、これぴったりサイコロ。ハプニングマス怖いから。ここはまあ悩みどころやな。使うか。うん、カイクル、あ、これかわしに行ったな、完全に。100% 俺のハプニングマスかわしに行ってるわ、これ。9番。チャンスマスか、まさか。もう一回。もう一回チャンスマスちゃうか、これ。いやー、マジか。これチャンスマスやる気やわ、マリオ。マジかよ。ただ、マリオとスター交換とかなっても、まだ受かるからな。3-3やから。あ、これであれか。クッパ当たれ、クッパ当たれ。クッパ当たって前。あー、ちゃんと生きよったな。え、下もチャンスマスあるよな。そうやんな、下やんな、そうやんな。だからそっち狙ってるよな。さあ、2回目のチャンスマス。まあ、これで、スター交換やった場合がもう大変なことになるっていう。3-0 とかになったら終わりやで。スター1枚渡したかったらまだわかるけど。いやー、やめてロゼッタ行かれるよ、これ。さっきもらえて、おっしゃ、やった、もらえて確定した。ドンキやめろ、よっしゃーよかった、これドンキー選ばれたら大変なことになってたで。あーあーああ、大変なことになっちゃった。凌介進めるになってるよ、名前が。俺を止めれてないぞ。ゼンマイベイボー、本気で行くぜ。行こうか。よーい、ドゥー。どうだ、通ってくれ。頑張ったけど、で、同時に押せてるかどうか分からへんのな、これ。さあ、頑張れ、伸びろ。ここ伸ばしたいな、バッチリ。ここでね、 60m ぐらい行きたい。頑張れ。あー、沈むか俺。いや、大丈夫、 60m 行け。60、60行こう。60行こうか。いいよ、いいよ、いいよ。オッケー、なんとか伸ばしたな。危なかった。伸ばしましたね。オッケー。でかい。よっしゃ。さあ、4300ってなんじゃこの盤面は。超偏り盤面やんけ。さあ、ラスト2ターンやから、俺はね、人のパックに踏まれないように気をつけよう。だから俺はだからぴったりサイコロが勝って、わざと椅子は取って、椅子は取ったらいいわ、これ。いらんことしたらあかん、俺は。お、買いに行くつもりやな、これ。11。あら！さあ、マリオはぶち当たり。ただ、これでハプニングボーナスがルイージ確定しましたね、ほぼ。で、俺は生ザイコロで、まあ、ハプニングマスが負け筋やな、ここ。3が負け筋。8、オッケー、8は大丈夫。8は負け筋はないはずかな。うん。で、ここでもうぴったりサイコロで、いらんことせんようにしようか。ギャンブルなしでいこう。で、抽選会。そうやな、ここはぴったりサイコロでいいよな、多分。クッパの方いけるとしたらあれか、ダブルサイコロとかで。なあ、そういう、なんか、サイコロ系で。ワンチャンスター買いに行けたんか。あ、そうやね、こっち行けるんやったら、そう、こっち行けるんやったらって感じやな。まあまあ、これでいいか。さあ、ドンキーコングとしては、ダブルサイコロでも、速攻買いに行くべきやで。おお、直通買い物かよ。うめえな、それは。まさか直通買いかよ。でも、ここでダブル買った方が良かったよな。使った方が良かったよな、多分。
ワンチャンそこまでいけるし。さあ、ありがとう言うてんな。さあ、今回マリオがね、序盤に隠しブロック出しすぎて、もうスターの隠しブロックがほぼないっていうね。2番、うわー、マジか、マジか。それ、クッパマスボーナー、それ行くんか。スター奪われろ。いや、ここでスター奪われてくれたらめちゃくちゃ美味しいけどな。行き、行ってまい。20個目は確か。あ、じゃあただクッパマスボーナス取れるだけやないかい。マリオがな、ボーナスボーナスで俺負けなんでね。俺4あるとはいえ、マリオボーナスボーナスで負けやから、それがきついな。さあ、2対2でミニゲームいきましょう。ムカデで555。さあ、これは右左の指示を出すやつですね。用意スタート。右左、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 右左。あっと、直撃はこれじゃないよな。間違えた。左、うわ、痛い痛い。どうでなってことやんけ。右左、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 一回待った方がいいな。せーの、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 せーの。いや、勝ちに来たぞ、マリオ。急げ。オッケーオッケーオッケー。緩めていいよ。勝ち、相手が見せたからね、それを見て緩めよう。オッケー、危なかった。そう、今のアイやもんな。相手が勝ちに来たから、俺らやばいってなったよな。マリオもそれ分かってくれてよかったわ。俺らやばい、俺らやばいみたいな。ってなったら、向こうもやばいやばいってなって、向こうも会ったから、あ、ゆっくり行こうか、みたいな。マリオめっちゃ分かってくれとったわ。これでおそらくミニゲームボーナスが並びましたね、ルイージに。さあ、これで帰るかどうかが正念場。意地でも買いたいところですが、嘘やん。ハプニングボーナスないか。台仕掛けるしかないやろ。さあ、台を仕掛けた。ルイージハプニングボーナスがすごいぞ。もう5回座っとるからな。で、俺はね、狙いとしてはのんびりボーナスは取れへんかもしれんけど、まあのんびりかつレッドボーナス狙いで1引きます。これぴったりサイコロで1、レッドボーナスがこれで俺になるんで、レッドボーナス単体狙いとのんびりボーナス狙いで1。まあでものんびりはな、ドンキーに取られそうな気がしてるけどな。あー、のんびり狙いやなこれ絶対。ダブサイ使ってないもん。マリオタイム。さあ、8番。さあ、これで食われたらおもろいけどな。食われたんちゃうか。食われた食われた食われた。よっしゃ、やった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 マリオ1枚やっちゃうかんことしてやった。終わってもうた。え、これで俺勝ち確定してんけど。やったー。マリオはこれでもうボーナスでも勝ちないですよ。よっしゃ。さあ、最後ルイージとミニゲームボーナスをかけて勝負やな。囲んでくれよ、行こう。さあ、マリオとはさっき連携させてもらってるんで、俺たちいけるやろ。スタート。よいしょ、ナイス、いいよ。ほっ、はい、ナイス、いいよいいよいいよ。あっけ、うまい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 。マリオいいね。あ、これあかんねや、わずかに判定もらえへんかった。ナイス、よいしょ。オッケー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 、最後も召喚してるわ。よっしゃ、これでミニゲームボーナスが俺に変わったぞ。ということで、いやー、おもろかったな。お疲れい。ということで、さあ、何ボーナスいこう。アイテムボーナス、これ無理や。ルイージやな、ルイージや、ルイージさんや。これは圧倒的ルイージさん。
のんびりボーナス。さあこれはドンキーか、ドンキーやな、ドンキーやな、これはドンキー動いてないもん。うん、これドンキー動いてへん。明らかにのんびり狙ってたもんな、最後も狙ってたやつピンポイントで来たな。お疲れさん、ありがとうな。いやーすごかったな、マリオがね、荒らしてくれたな。結構ルイージ苦しかったと思うで、今回スター捉えてばっかりやから。しゃー、ありがとうございます。いやこれほんまきつかったやろうな。さあいい写真撮れましたね。というわけで今回のうちはロゼッタさんでした。おめでとうございます。多くの人間より勝利者の方が優勝の決め手にやってるかもしれませんね。それからルイージさん最後まで粘り2位を掴み取りました。ゲットしたコインの数は誰よりも多かったです。一番お金持ちですね、すごい。お次は3位ドンキーコングさんです。誰よりも幸運を持っていたようですね。ラッキーマスに止まった数1位でした。優しいな、みんな A ボタン押すの待ってくれてるやん。4人もマリオさんです。最後はあ、マリオは早い。誰よりも見つけましたね。運のする1位でしたね。大乱戦でした。4222すごかったですね。ボーナス見ていきましょう。コインボーナスがルイージ、ミニゲームボーナス俺取ってましたね。で、買い物ボーナスが、買い物ボーナス並んでたんか。アイテムボーナスがルイージ、ランニングルイージですね。レッドが俺最後取ってましたね。ハプニングもルイージ、クッパがマリオでしたね。っていう形でしたね。面白かったです。しゃあ、でかい。まあ運がね、結構絡むな、やっぱピーチのバースデーは。面白かったです。ご視聴ありがとうございました。